はい、どうもこんにちは、キリです。今回もね、GTA4 やっていきたいと思います。で、ミシェル？ねえ、ニコ、マロリーから聞いたんだけど、あ、エリザベーダ、知り合いなのか、顔が広いみたいだな。はぁ、なるほど、有名な役の売人なんや。ほう、俺は売人じゃないと。もし何か困ったことがあったらいつでも私に言ってね。おお、女性やんか。ほお、なんかミシェルはあれかな、マロリーから聞いたんかな。ということで、もうだいぶあれやな、エリザベータは顔が広いんですね。めちゃくちゃ有名なんやな、役の売人としてね。で、今回はそのエリザベータ、まさにそのエリザベータから知り合ったジョニーと、このプロイベートじゃあ、何だっけ、プレイボーイか、プレイボーイ X とかいうね、この人に、仕事をもらえるようになったんで、まあ、ジョニーはね、前回会ってそのまんまなんですけど、プレイボーイはね、仕事を受けれるようになったということで、今回この人のミッションからいきたいと思います。ほい、さあ、どんなミッション？うわ、めっちゃいい家やん。さすが金はたらふく持ってそうやな、ブルーシーみたいに。うわ、癖の強い女の人たちが。めっちゃええとこ住んでんな。うまくやってるみたいだな。何にやりがいを感じる？金さえもらえれば何でもやりますからね、ニコは。探してるやつがいると。どんな仕事やろ？舞台。あ、この人もストリートから成り上がったんや。すごいな。だが言っておくが、俺は安くないと。そうやな、最近ほんまにめちゃくちゃ報酬高いもんな。ドウェイン。あ、ドウェイン、あれや、前回話しとったよな、そういえば。なんか怖い雰囲気あるな、ドウェインも。ドウェイン・フォージ。俺に全部叩き込んでくれた。あ、ボス的存在なんか、兄貴みたいな感じか。昔の続き。俺は戻ったんだ。また俺たちで始める。何を始めるんや、シルクの。ん、なんか構想かなんかやるんかな。このスラブの凄腕もお前に手を貸してくれる？そういうことになっちゃった。まあ金さえ払ってもらえれば何でもいいでしょうね、ニコは。なんかグローブみたいな感じで島を取り戻すぜみたいな、そういう野望があるんかな、このドウェインは。ちょっと CJ に似てるんよな、このドウェイン。てか、ここがお前の家だ。ちょっと怯えてそうだ、プレイボーイが。このドウェインに対してね、キャッスルガーデン、サウスパークウェイからちょっとのところに路地がある。ほー、あ、なんで一人称や。ちょっと待てよ、
12条やから OK。 名前な、いろんな名前聞きすぎて誰が誰かまだちゃんと覚えれてないんやけど、イタリア人グループ、へえ、なるほど。うわ、ほう、マフィア、イタリア系マフィアって結構あるよな、おなじみ GTA ではおなじみのフレッリもおるし、レオーネとかもそうじゃなかったっけ。現場にいるやつらを片付けたとしてもまた次が来る。そうやな、組合とかもマジで怖そう。マフィアと同じや。アミールがよそ者ってだけで金を巻き上げようとしてると。ドバイか、金はたんまりありそうやな。ほう、かなり複雑やな。うわ、この都会のこの感じやばいやろ。めちゃめちゃリアル。つまり心でつながってると。うわ、すげえ、クラッキンメル。うわ、めっちゃリアル。はあ、うわー、すごいすげえマジで。え、いや 4K でやってるからかな、めちゃめちゃリアルなんよな、この都会の感じ。こんなのはもう GTA3 のリバティシティとはもう全く訳が違うわ。レベルが違いすぎる。わあ、めちゃめちゃ現代的やんか。すごいな、ほんまに。うわ、何これ。中、あ、これあれか、チャイナタウンみたいなのもあるんか、一応。すげえな、ほんまに。なんかモッドとかでいろいろね、建物とか入れるんやったら、それこそなんかいろんなとこ入ってみたいけど、いやー、そんなモッドはないんか、ないんかな、あったらいいけど。お、もう中華街やんこれ、ほんまに。うわ、すげえ、マジか。バカみたいにテンション上がんな、これは。テンションが上がりまくる。で、ここにも服屋さんがあると。結構ええ服売ってんちゃうの、ここら辺は。これパトリオットかな、やっぱ運転しやすいな。あ、スナイパーライフル、手榴弾全部ある。お、マジで。車に乗り込み、武器を手に入れる。よし、いいね。パトリオットもボッコボコやけど。見張りは3人、どんな動きも見逃さない。なるほど、ライフル。うわ、おる。なるほど。お、自由の女神ある。後ろの方でちょっと見えだ。やば、あそこも行ってみたいな。見張りを始末と、とりあえずこの単発系のスナイパーライフルで、相変わらずこれか。うわ、ちょっとブレる。ほら、よし、 OK。 あ、見つかった。これ大丈夫かな。あ、これ大丈夫なんや。見張りどこ、これか。ほら、おい、よっしゃ、今のヘッドショットちゃう。おわうわぐちゃー言うた。で、あともう一人どこや。これ一人おったやろ、これか。 OK、 バイバイ。よっしゃ、 AK 持ってんのか、なかなかしぶといな。全部、え、一人目の組合幹部を探せ。なるほど。え、なんか人おりそうやけど、だいぶ多分絶対な、しぶといと思うね、こいつら。ここ乗り越えて、え、絶対おるやろ、これ。おらん？大丈夫？大丈夫かな？よし、行くぞ。うわ！おるやん！うわ！
おっしゃ、ヘッドショット。いた。どこにおる？敵の位置が見えへんな。レーダーに表示されへん。おら、おら、よし。いいね。俺たちの仕事を盗みに来やがって。あ、こっちはこうだ。おら、よっしゃ。容赦ないな。そっちね。すげえな、ほんまに GTA4 なんか好きになってきたな、どんどん。めっちゃリアルなんやけど、普通に。おら、クソ、あいつやるな。よしよしよし、隠れろ。オッケーオッケーオッケー。何人おるんや。おら、よっしゃ。で、見えへんな、見えへんな。どこに、どこにおる。あ、上の方か。おっしゃ、今の絶対ヘッドショット。で、お、おった。おら、なに、逃げやがった。あいつ逃げやがったぞ。お、おっしゃしゃしゃ。カービンライフルマジで強いわ。ちょっと待って、どっから撃ってきてる。お前そんなとこった。おっしゃ、オッケーオッケー。で、お、そんなとこおるじゃないか。うら、あそこはハンドガンでもいいか。はい、お、ヘッドショット今オッケー。気持ちいいな、ヘッドショットしたら。で、上の方登っていかなあかんのか。よし、こういう時はショットガンで行くか。ショットガンで絶対近くおるやろ。よし、しゃがんで、さあ姿現せ。ほら、オッケー、いいね。え、こいつか。え、ちょっと待って、ちょっと待って、おるけど、おるけど近くおるけど。え、おお、ちょっと待って、何してんの、何してんの。危な、やばいって。急にグレネード持ち替えたらやばいで。ちょっと待って待って、こいつは、こいつは死んだ、死んだ、オッケー。うら、よしよし、危ない。今自分でグレネードを投げた。いや今ね、自動でグレネードに持ち替わったんですよ。それはあかんわ。よしよし、どうだ、まだおる。カービンライフルやっぱ強、ほんまに強い。逆にね、これハンドガンだけやったらきついわ。オッケー、スラブの殺し合い以外これはやれねえと思ってた。オッケー、組合幹部がまだいますね。え、なんか警察の通信が聞こえるけど、もしかしてこれ手配される。オッケー、ヘッドショット。うら、よっしゃ、めっちゃいい感じや。アーマー持ってきてへんけど大丈夫そうやな。はい、オッケー。あかんわ、まだまだまだやり逃した。うら、よし、東、他の連中、何、まずい、そんなおったんや。え、なんかあのヘリおるけど、ヘリおる。ヘリはロケランで行くか。ほ、いや、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、お前ら近すぎんねん。うら、よし、あ、ヘリ散った、ヘリが散った。うら、よし、すごくいい。あ、しゃがみながらやったら強いわ。おい、テンション上がんねえ。ちょ、ほんまにさ、 GTA4 めっちゃリアルなんよな、打ち合いも。おら、ニコマジで凄腕や。もうかっこよすぎる、敏腕やで。お、あ、おるおる。おら、おら、あ、しゃがんだらめっちゃ強い。全くブレへん。はい、ヘッドショットしたよ、ヘッドショット。あ、死んだかも。強、しゃがんだらアホみたいに強いやん。あ、もう全滅やん。やべ。でヘリもね、もうコッパみじんやから。さあどこや、出てこい。お、あ、下、下ですか。どうやって降りるんや、こっから。
うわっ、お前逃げんな。はい、オッケー、倒した、倒しましたよ、プレイボーイ。オッケー、クリア。はい、電話。6500ドル、やば、報酬。この場所を大掃除する必要があると。お前は最後だ、ユスフの秘書。ほう、もう登場人物が相変わらず多い。というわけで、難なくね、難なくクリアしましたね、この一つ目のミッションね。これかなり激しかったけど、なんとかこのカービンライフルと、あとロケラン一発あったおかげで行きました。ん、ローマン、ローマンどうした、ローマンバット、なんでバットついた。よし、とりあえずじゃあミシェールじゃないわ、行くか。誰やったっけ、エリザベータじゃないわ、マニーか、マニーや。オッケー、まあ、体力やばいけど、まあなんとかいけるやろ。よし、降りろ。オッケー、マニー。よし、このまま行くぞ。いや楽しかったな、プレイボーイのミッション。多分ね、こんな感じのやつばっかりやと思うんで、僕的にはもう最高ですね。よし、マニーの行きましょう。もう体力大丈夫やろ、もうもうね、マニーエクスウェラ。おお、なんか放送されてるやん、カマっぽいじゃねえか、メトロセクシャルってやつ。久しぶりやな、マニーも。え、俺をディスってるチンピラ。ほう、じゃあ今回はそいつを始末するんかな。見どころが全くない。俺たちはブラザー。あ、やっぱりそうか、チンピラを黙らせるとエルトレインに乗る。借りができるな。なるほど、そしたらまだあれか、駅で待ち伏せかなんかせなあかんのか、そういう系ね、多分。それか駅で銃撃戦になるか。アルゴンキン橋へ行け。アルゴンキンってめっちゃ遠くなかった。うわ、めっちゃ遠いやんか。タクシー、安定のタクシー。あ、これタクシーちゃうわ。結構ね、タクシー、あの太いタイプのタクシーあるんでね、ややこしい。タクシー現れてくれ。どこや。一応ね、 L を押しながらこう2個を走らせてたら、近くにタクシーがおったらね、すぐ分かるんで。タクシー、こういう時に限ってね、全然現れてくれん。あっ、あ、ちゃう、警察や。あ、おっと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 、タクシー、よし、我らがタクシー、助かるね。目的地行くぜ。いや、ほんまにタクシーがね、有能なんですよ、有能すぎる。 OK、 一応車用意した方がいいかな。オッケー、車用意しよう。銃持って、はい、降りろ。あ、銃使わへんのか。オッケー、じゃあこれで、ほい、ここね、あの封鎖されとったとこやな、テロリストとかの脅威のせいでね。標的は電車の中、電車を追いかけ奴が降りてきたところ。確かに、おい、やば、え、は、電車逃げんの早すぎやろ、マジか、それはやばい。しかもこっからかい、またタクシー代が、タクシー代がバカになっちゃったよ。え、どんなミッションやねんこれ、マジで。お、タクシーおった、ナイスナイス、タクシー。てかさ、これウインカー出すのマジでリアルやわ。車が GTA5 あったっけ、ウインカー。
ウインカーね、自分が出せたらいいんやけどね、一番。よし。え、どこに、どう行ったらいいの？絶対さ、絶対車、うわ痛い。ちょっと待って、警察おるから、あの人の前で奪ったら絶対あの手配されるから、それはそれでめんどくさい。 OKOKOK でこのままタクシーを奪おう。いいね、この銃で奪うやつめっちゃ好きやわ。はい、うわ手配されるんかい。もうええわ、始めるぜ。もう OK で、どこに行くかよな。あ、左に行くんか。 OK、 そっちね。あの右やと思ったからどうしようか思ったけど、こっちね。どう行くの、どう行くの。いた、ちょっと待って、やばいやばい、これむずいぞ。マジか、やばすぎやろこれ。まずあそこを左に曲がるやろ。あそこ左に曲がって、くわっ、このねローションたっぷりの車で追いかけるっていうのがなかなかしんどいよ。踏んだり蹴ったりやな、ほんまに。警察にも追いかけられるし。まあでも電車を追いかけてたらそのうち負けるんじゃないの、知らんけど、一切知らんけど。でこっちに行くと、で結構分かりにくいよな。あ、こっち、こっち、まずまず、ま、これむずいなほんまに。これクリアした人すごいな。うわ、でもこれ気合でやらなあかんな。おーっと待ってよ、曲がられたら終わりやから、ちょっと先に行かせよう。やっぱりどっちの車線、あ左か。 OKOK、 線路をたどっていけばいいということやな。ただね、レールがなんか2分3分に分かれてたりしたら結構大変やから、あんまりこうね、憶測だけで断定したらあかん。こっち、こっちか。こう、こう合ってるかな、ほんまにめちゃめちゃ怖いんやけど。とりあえず線路だけを頼りにこう辿っていくというのがいいかな。え、これどないすんのこれ。こっちか、こう合ってんのかな。え、こう、 OK、 怖え、マジでめちゃめちゃ緊張するわ。でパトカーにも当たったらあかんと。地味にね、これもうほんまに見た目以上に難しい。この下の道路は下の道路で、え、電車から降りた。この下の道路でね、運転ミスったらそれで終わりなんで、上見ながらね、下も見ないといけないというね。え、標的が降りたからあいつ殺さなあかんと。どっから降りる、どっから。駅の出口どこや。え、これ一応上まで登らなあかんの。どっから登るんこれ。駅の入り口は、あ、あ、あ、降りた降りた、来た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 、あ、来た来た来た、こいつだ。うーら、よっしゃ、あ、死んだんちゃう。いや、あともう一人おる、あ、二人おるんか。 OK、 うーら、うーら、 OK、 あと一人向こうからやってくるはず。どっから来たあいつら。こっちから行くか。おお、おっと、あ、ちょ、びっくりした、ショットガンで行くか。至近距離はショットガンの方がいい。おら、よし、オッケー。え、むず、いや、さすが GTA4 やな、なかなかむずかった。お、オッケー、マニー、なんとかいけた。お前のことあれこれ言う連中についてはもう心配いらねえ。やっぱりあんたはスラムを理解してるぜ、俺みたいにな。あんたに礼を言ってやるよ。よっしゃ、やりましたね今回も。で、なんかメッセージ来てる、誰、
あ、ローマン最近全然会ってないニコ。ん、いた。うわ、タクシーにつま先引かれた。最悪やつ。何しとんねん。え、女の胸ばっかり追いかけて、いとこの俺を避けやがって。どこか出かけようぜ。そうか、ローマンも寂しくしてんねんな。オッケー、じゃあね、今回はこれで終わりましょうかね。うん、で次は、あ、マニーのミッションなくなった。最近ジェイコブ会ってないからね、会いたいな、ジェイコブね。あいつめっちゃいいやつやから。でプレイボーイ X だけが残ってる状態なんで、そうですね。そしたら次プレイボーイ X のミッション行きましょうか。うん、でもしかしたらこの、あ、電話。いろいろやってくれてありがとうよ。世の中には口だけのやつが多すぎた。知り合いのドウェイン、おう。あちこちに友達はいるってのに、いまだに過去にとらわれて生きてる。ノースウッドに知事のグレッグ・ジョンソンが作った公団がある。やつはそこにいて助けを必要としてる。あの貧乏野郎を助けてやってくれ。金は俺が払う。あのバカには借りがあるんだ。全く恩返しも楽じゃねえな。頼んだぜ。ほう、でもちゃんと恩返しとかね、するあたりプレイボーイもなかなかいいですね。ドウェイン、ドウェインは、あ、ドウェインのミッションある、出てきた。ほう、これもまたなんか公営団地みたいな感じか。よっしゃ、じゃあ今回はね、また新たなミッションも出てきたということで、次はプレイボーイのミッション行ってドウェインのミッション行きましょうか。そうしましょう。よし、そしたらじゃあ、今回はこれで終わりたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made by myself.